皆さんこんばんは、英子ちゃん、たいちゃんと、はい、ということで本日の動画はロンバーズランディングおしゃれっていうか丁寧っていうかとも言えたんで、はい、ということで、はい、ロンバーズランディングにやってきました。まあチャンネルのね初期から見ていただいている方ももちろんだとは思うんですが、まあ、我々もね、こちらのロンバーズランディングの中をね動画でお届けするのが初めてなので、すごくドキドキしております。なぜかというとすごく久しぶりに開いたレストランだからでございます。はい、まあね、このねロンバーズランディングというレストランは、まあ、フルサービスのお店になるんですけれども、もちろん久しぶりに飽きすぎて、もちろんね3時の海賊レストランとかコナンのミステリーレストランとかでの営業はあったんですけど、ロンバーズランディングとしての営業はですねもうかなり久しぶり、数ヶ月ぶりとかじゃなくてもう何年ぶりです。一説によると10年以上ぶりだ、そうでございますので、もちろんこちらのねゆうこっちのパークガイドでも中を動画で映すのは初めてでございます。どんなレストランなんでしょうか。緊張しておりますが、あ、行きましょう行ってきまーす。ゆうこんち。Here's to mistletoes and here's to you. Jingle them bells and frolic, come. Let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year. The best day of the year. Yes, it is the best day of the year. You can see.ということで、まあ当たり前なんですけど、このチャンネルで初めての中身動画ですね。うんうんうん、お前サンレスとかって写真しかダメだったんで。そう。はい、ということで、サラダなんですけど、なんかねドレッシングがトマトらしくて、ね、結構変わってるドレッシングかなって思います。俺の大好きなオリーブと、なんかこれ見て、食用菊みたいなのがそれが、まあ、菊じゃないんかな。花のビラが。こんなサラダにお前ビラ入れるなんてここしかないで。いただきます。サラダのレポートいる？いらんか。めちゃくちゃ美味しいよ。美味しい、うん、なんかレンコンのさパリパリ入ってるの嬉しい。今落としたやつ結構酸味強めのドレッシングでめっちゃ美味しいですね。レンコンのチップがアクセントになってて最高です。やっぱねオリーブが入ってるだけでね全然、なんか俺オリーブの味が好きやからっていうのもあると思うんやけど、結構ね入ってるだけで全然サラダとしての質がねアップするなっていうのはいつも思います。めちゃくちゃうまそう。これはミネストローネ。ミネストローネなんか上に乗っかってるよね、うん、今日はあのロンバーズランニングにそぐわない服と髪型できてしまいましたね。ご了承くださいまし。いただきます。あ、美味しい。
そうそう、パーサイにもあるけど、まあそのトマトの風味が多めなミネストローネなんです。はい、じゃあ成果コーンスープいただきます。ちゃんとコーンが一粒一粒入ってるやつや。そっち系。うん、美味しい、めっちゃ美味しい。最高や。あったかい。気持ちを言ってみた。うん、なんかコーンスープね、しっかりとなんか裏ごしされたコーンもたっぷり入ってて、味がすごく濃くて美味しいですね。言うてこのレストランのね、まあ、特徴っていうか、まあいい点でもあるかなとは思うんやけど、メニューがね、主にそのメインメニューが3種類しかなくて、まあ、言うたらハンバーグ、シーフード、チキンなんで、まあサイカみたいなね、どうしようかなーで1時間ぐらい悩む優柔不断な方もね、いいんじゃないかなって思います。ということで、私はチキンでございます。めっちゃ美味しそうですね。クリカッセって、サンジの口からしか聞いたことないね。クリカッセ。え、技にないっけ？コンカッセかな。ちょっと惜しかったね。いただきます。なんかね、チキンのクリーム煮みたいなイメージなのかなとか思ったりしないけど、見た目で言うとね、手羽元が入ってきたんで、手羽元があるってことはまあ、ね、ボイルしてるとか煮てるとかっていうことなんじゃないかなと思います。いただきます。今日はワインもね、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。なんかね、ボイルされてるっていうよりスチームされてるっていうような食感と柔らかさかなっていう感じやね。今日の体質一緒やで。最近まあ今日2日目やねんけど、スチームさせてもらってまして、ね、今日はどうかな。上質。ありがとう。今ねちょっと調べたんですけど、クリカッセっていうのね、フランス料理で、あのクリーム煮込み料理っていうね、意味らしいんで、ほんまにもう煮込んでるってことですね。うん、まあ、だから、焼きとかの香ばしさは全然ないですね。フォアグラって俺正直ねちょっと苦手よりないよね。やねんけど、フォアグラのね独特なあのちょっと血生臭い感じとか一切なくて、肝のいいところだけ、ちょっと濃厚な味だけ残してくれてるって感じなので、とにかく上質な味がするっていうような感じですね。要するにこれってことです。フォアグラがもう転がっとるわ。めちゃくちゃ美味しい、ほんまに美味しいです。俺らさ、手羽元ってよく自炊するときに使ったりするんやけど、まあ普通の手羽元の食感ではあるし、トリックのときってさ、どこが大事かっていうと、ちょっとパサついてるかどうかっていうところがポイントやと思うんやけど、まあどっちも、桃寄りの肉だと思いますので、桃と胸の間ぐらい、桃寄りのね、ぐらいの質感かなって思っていただいた方がいいかなと思います。とにかくね、フォアグラがこんなに美味しくできるんやって思うぐらい、癖なくね。なのでこれね、ちょっと正直2800円は安すぎるなっていうようなレベルの味がします。これは来た方がいいね。1月の8日まででございますので来た方がいいです。なるほどね。上に置いて挟んで食べるんちゃうか。そういうことね。めちゃめちゃうまいポテトグラタンを凝縮したみたいな味です。これ最高やな。で、大きい方のね、鶏さんの方にも骨がついてましたので、そこは気をつけていただいた方がいいかなと思います。ゆうこんち。はい、じゃあハンバーグ最後いただきます。見て、熱い熱い、めっちゃ分厚い。いただきます。照れるよね、なんか食材が目の前に来たらなんか。結構ね、めっちゃ美味しい。美味しい、結構めっちゃ美味しい。柔らかいかなと思ったら、結構固めやった、ね、弾力ありそう。弾力あって、ちゃんとお肉の味がしてる、はいはいはい、キノピオカフェの、ミートボールあれ、スパゲッティの、あれぐらい、あれよりちょっと上品で、美味しい。美味しい。癖全然ない。
でトマトの味が結構しっかりしてはるわ、うん、上にトマトみたいなの乗ってるね。めっちゃめっちゃ乗ってる、うん、こちらですね、ごぼうチップスみたいな、ごぼうチップスも一緒に食べろっていうことやから、うん、一緒に食べてみるね。これと一緒に食べたら香ばしさがアップするよ。予約されてるその食リポ香ばしさアップしました。でも香ばしさプラス、うん、大使がいつもよく言うさ、食感、うんうん、遊び心あっていいと思う、うん、素晴らしい。あ、ごぼう本当に風味がこうパンって、うんうん、あのこうわーってなんかね、後ろで手振ってるぐらい、大使が車ブーンって運転してたら、うん、ごぼうさんが後ろがブーンって手振りながらこうゆっくり追い抜くみたいなイメージ鼻からね、そうそう抜いて、鼻からごぼうさんが抜いていった、うん、最後までごぼうはそんなに残らへん、うん、ちなみに抜くときはごぼうさんはあの窓開けてた半ただ最後は、うん、パンよりご飯が欲しいかな。あ、確かにね、うん、ご飯を駆け込みたい。あ、ライス選べたらなおいいですね。なおいいね。ハンバーグの食感が結構ね強めっていうのだけ皆さんに伝わったらいいかなと思います。それだけね。ごぼうのこと忘れてもいいかもしれない。でね、あとね、あ、すごいなって思ったのが、出てきた時お皿がねあちあちなんよね。だから料理もしっかりと冷めへんように工夫されてるっていう。脱帽です。ちょっと誰かあの食レポ心配やから食べてみて、ハンバーグ美味しいですね。超ウェルダンっていうような感じかな。かなり完全に中まで、火通しきってるっていうような感じです。どっちかっていうと焼きより煮込みハンバーグに近いような食感かな。っていうかこれ煮込みハンバーグじゃねっていうぐらいの感じです。うん、ハンバーグの味自体は、まあ、ユニバのねいいところのハンバーグでねよくあるもうナツメグ全開の味っていう感じですね。こう切って中から肉汁がこうジュワって出てくるようなハンバーグをちょっと期待して注文しちゃうとちょっとちゃうんじゃないかなって思います。こんな感じやで、ほんまにそうかも、ギュッと詰まってるよね、うん、そうやね。はい、ということで紅茶のケーキでございます。もうね、見てこれちょっともうピスタチオ散らかったあるね早速、紅茶これソースかな、ソースかかってるところでいただきたいと思います。これもね、食う前から分かるけどホットティーと一緒に食べたら絶対美味しいよね。でもワインとも合うと思います。いただきます。めちゃくちゃ癖ある癖あるんやけど、俺はもうねうますぎる、まあ、どういう癖かっていうと、まあ、もちろん紅茶のケーキなんで紅茶の味はすごく強いやけど、中にね柑橘系の、うん、皮が入っております。はい、なので割と爽やかな紅茶の味のケーキになってるんじゃないかなって思うんやけど、その底の部分にクリーミーさがあるんでオレンジミルクティーみたいな味がするんよね。だからねこれすごい人選ぶと思うんやけど、好きな人はもうね虜になる味だと思う。虜なんてもんな、虜になる。もうね口入れた瞬間さ、茶葉がパーンって放り込まれてもうここで発酵して紅茶になったって感じこれめちゃくちゃ気になるんやけど、トマトかな。金柑のシロップ漬けです。やばい、めっちゃメニュー好きじゃん、まあ、紅茶には紅茶やね。はい、ではお次さやかはこちら、いちごたちに囲まれて儀式が行われてますね。あちょっとジュラシックパーク味があるあ、ほんまやね。じゃあいただきます、はい、いや、これカヌレじゃねえな。あ、なるほど、これショコラケーキやね。そうや、中にチョコが入ってる。あ、じゃあまあ、ではクリームつけてね、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。うまいやん、うん、こんなんもううまいに決まってある見た目やもんな。
どう見てもあれも取らんて、あのね、口の中入った瞬間めっちゃあったかい、あ、あったかい、あったかいのよ、中のチョコあったやん、とろっとしたチョコ、あれがあったかいよ、なるほどね、本当に美味しいし、マジでベリーと合うと思う、マジ美味しいよ、ラズベリーイチゴ時々玉みたいなこのね、玉、これフランボワーズかな、フランボワーズ、これがフランボワーズか、こんなちっちゃいのね、迫力やばい、迫力味は全然変わってない、多分皆さんが想像してる味で、うんうん、結構チョコが濃厚と思っていただいた方がいいかなって思います、なるほど、なるほどね、あ、ベリーのソースつけるとめっちゃベリー、はい、ベリーの風味強め、なるほど、じゃあ味としては結構ベタな、そう、ベタな、ね、チョコレートケーキみたいな感じで、うん、いいですね、あ、おいしい、本当においしい、ゆうこんち、はい、はい、ということでいただいてまいりました、ごちそうさまでした、最高ですね、最高でした、はい、まあ言うて、今までねフルサービスのレストランは4店舗だったんですよね、パークサイドグリル、サイドロ、パークサイドグリルパークサイドグリル、サイドフィネガンズ、バーンドグリル、アズーラディカプリの4つやったんかな、はい、それに、ロンバーズランディングが1月の8日まで加わるということなので、1月の8日で終わらすにはねちょっともったいないような、クオリティのレストランであったんじゃないかなと思います。で、気になるね、グランロイヤルの 10% 引きも適用されました、はい、なのでグランロイヤルの方はねぜひ食べに行っていただければと思います。あと今度なんかね、機会あれば、あ、まあ全メニュー食べたいんでね、混雑状況であの海鮮の方もいただけたらなと思っておりますので、はい、またよかったら見てください。はい、俺的にはねハンバーグもめちゃくちゃ美味しかったけど、やっぱりねチキンのあのフォアグラのソースがとにかく美味しすぎたんで、あっちがおすすめかなっていうような感じですね。はい、まあ、ハンバーグって言うてどこも美味しいやん、どのレストラン行っても美味しいやんか、けどやっぱあのフォアグラソースはここでしかいただけないものだと思いますので、ぜひ食べてみてください、2800円がねめちゃくちゃ安く感じました。はい、で、お値段のねランク帯で言うとやっぱりパークサイドグリルが一番高いのね。で、アズーラディカプリ、フィネガンズ、バンドグリル、ロンバーズランニング、ちょっと下にサイドぐらいの感じです、うん、サイドもまあメニューによっては3000円超えたりはするんやけど、まあそんな感じでございますね。とにかくフルサービスのレストランもどこ行ってもめちゃくちゃ美味しいでございますので、一度行ってみてください。グランロイヤルじゃない方もね、はい、行ってみることをおすすめします。でね、この前めちゃくちゃ混んでる土曜日に俺らこの前通ったよね、一人も並んでなくて、で今日もね待ち時間ゼロで行けました、バレてないまだね、多分常連の方もねホームページでね大々的にロンバースランニング再開しましたみたいな感じで出てたりとか、アプリ開いたらトップに出てくるとかっていうことないので、結構ね今のところ知る人ぞ知るぐらいの感じになっておりますので、今が大チャンスなんじゃないかなと思いますので、まあ、バレる前に、一般的に、ね、バレる前に行くことをおすすめします。本日の動画が参考になったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。なんとここがねちょっと開放されてるよね。いいね、いいですね。